局そのねお金は国が出してるというか、国が今はね木炭破綻しかけてます、いますからね。だから本当にそのビジネス的な考え方が最初は出てこないと。スペインとか結構やばいですよね。やばいですね。ちょっとどうしてね、一面でね。ね、すごいですね。8% ぐらいまでいっちゃってます。サッカーで、ね、優勝したなんて喜んでるし。やばいですよね。不満を覚ましてるだけで。でまたあの辺の国の人自体が問題意識ないですからね。いいじゃんってそうでしょ。ああねえ、俺たち偉いんだみたいなこと思ってますからね、未だにね。未だに無敵艦隊とか思い込んでるんですかね。500年ぐらい前に。それはそれで人生ハッピーですよね。まあハッピーじゃハッピーだけど。ああでもあれはやっぱりユーロに入っちゃいけないですね。自国でどんどん擦れる、お金を擦れるような環境にいれば、別にいくらでもいいです。価値がどんどん下がるけど。ああ、アメリカですよね。イングランドを起こせばいいわけですから。ヨーロッパ行くんですもんね。